耳かチャンネル。何人称、何数でしょうかという練習をします。人称は3種類です。1人称、2人称、3人称。数は単数と複数です。やってみましょう。丸1、 you。 丸2、 they。 丸3、 we。 丸4、 Tom。 丸5、I。 丸6、 it。 丸7、 am。 丸8、 he。 丸9、 Tom and am。 では答えです。丸1、 you。 意味はあなたは。二人称、単数と複数、同じです。どちらもあります。丸2、 they。 彼らは、彼女らは、それらは。三人称、複数です。丸3、 we。 私たちは。一人称、複数です。丸4、 Tom。 男の人の名前なので、三人称、単数です。 I、 私は。一人称、単数です。丸6、It、 それ、それは。三人称、単数です。丸7、 An。 An という女の人の名前なので、三人称、単数です。丸8、 He。 彼は、三人称、単数です。丸9、トム&アン。トムとアン。二人なので、三人称、複数です。どうしてこのような練習が必要かと言いますと、B 動詞の使い分けの時、 am、 is、 are を使い分ける時、 was、 were を使い分ける時、この知識が必要になります。また、一般動詞の現在形の時、 s をつけるのか、いらないのかという時も、この知識が必要になります。繰り返して慣れていきましょう。耳かチャンネル、これからもよろしくね。バイバイ。